たの？ノエルとマイヤがなんか研究に携わっとるって。知ってる気がするのよ。だよね、なんか。あれ、調べてみないなの？ディスクロニア、クロノスオルタネイト。見て、ノエルが下にいるのよ。リフトが動くのを待ってるのも。なるほど、上に行ってリフト操作してこいってことか。これは？見て、3階やな。リフトがあるなの。そっか、3階で操作ってことね。はーい。周りを調べてみるのも。これか。あ、なんだこれ。まだなんか謎解きチックなもん。お？見てなの。これがリフトに絡まってるのよ。らしいな。これは何なの？なんでしょうこれ。小型のバイオスフィアだ。なんそれ。名前聞いた上でなんそれ。バイオスフィアって何？誰かの記憶を見ることができそうだ。バイオスフィアの説明も見たいけど見えんのじゃ。オッケー。バイオスフィアがなんかわからんのにさ、見てもなんなんこれみたいな感じやん。なんだこれ。あ、さっきのやつ。植物カプセルを3階のモニタールームに運んでくれないか。植物カプセルなんだよこれ。カートでベータに運んでもらえばいいのに。あと気になるもん出てますけど、そこ今日はベータの数が少ないんだ。頼むよ。もう一人のシャビー寄る人の姿見えん。仕方ないな。この植物カプセルをカートに乗せればいいのよね。あれ、これこの助手の人が俺の視点なんかな。これどうにもおっぱいの膨らみがあるけんさ。おお、さっきの木が取った光っとったやつを置く。これでよしっと。四角なんか三重に抱えとるやつやな。そこに置いたな。なんだ？異常を検知しました。強い揺れに備えてください。めっちゃ揺れとる。何が起こってるの？わあ。ああ、なるほどね。これが割れてさっきみたいな感じになっとったわけじゃ。あ、この部分だったんやな。さっきの揺れは地震？それともまさか実験室で事故でも起きたの？モニタールームに行けばきっと状況がわかるはず。早く確かめないと。今のは12年前の研究員の記憶。これが壊れたせいで中の植物が成長したのか。また過去を切り替え、また過去を書き換えるんだこれ。これが壊れたのは運んでいた時に事故が起こったからみたいだ。じゃあその事故をなくせばいいのか。運んでる時にカートから落っこちないようにすればいいなの？うん、試してみよう。あ、これよう見たらさ、さっきの瓶の底側がさ、二重の丸になっとるな。ってことはこっちでも二重の丸のとこに置けばさ、ちゃんと固定できるんかな。そういう感じに見えん？バイオスフィアの底をカートに入れればいけそうだ。なるほどね。完全にこれさあ、ひらめき力やな。ここで試されるひらめき力だったんやな。ってことかな。これいかにもさ、そうじゃない？二重になってない？これ確かなあ、だと思うんやけどな。植物カプセルを今日、
で、自分で置けるようになったな。これだと思うんやけどな。これでよしと。アセントってさ、全然固定できてないところに置いちゃった感じやろ。移動させようね。島内に異常を検知しました。強い揺れに備えてください。これ OK。 耐えた耐えた。カプセルを固定しておいてよかった。壊してしまうところだったわ。それにしてもさっきの揺れは地震？いいね。まさか実験室で事故でも起きたの？モニタールームに行けばきっと状況がわかるはず。早く確かめないと。おお、これで現実変わってるね。あ、動いてる動いてる。これでリフトを塞いでいた原因はなくなったはず。ハル。あ、ハル、早く行こう。合流しちゃったね。ここは3階。ハル。いや、リフトを塞いでいた木がなくなっている。過去が変わったんだ。いいね。やけんさ、最初から2人でここに上がってきたっていう感じになったんやな。ここはリリーの。リリーの？リリーの？何のことなの？何でもない。おい、ちょっといい鍵だもん、喋れや。お前気になるねえよ、お前それ。ここに来たことがある。ここは粒子の影響で変異した生き物の研究フロアだった。おう、僕や姉さんもここの研究には協力してたから。ハル、早くエレベーターを動かして上に行かないと。ラスト、エレベーターが。次にモニタールームがあるのよ。モニタールームで動かす方法がわかるかもしれないのよ。エレベーターのためにモニタールーム目指しちゃったよな。なんか結構いろいろと、いやいよったけん、ちょっと曖昧になり始めてきとったけど。モニタールームね。どうやったっけ。あ、これか。来た。あー、例のやつもここにこうあるわけで。ちょっと待ってて。うん。あ、操作できるんじゃ。セキュリティチェックを行います。管理エリアへのアクセスを解除しました。 OK、 ナイス。ノエル、すごいなの。コントロールが戻ったのよ。繋いでんな。これでエレベーターも動くようになったなの。そのはずだよ。早く行こう。これで最上階行けるんか。とうとうか。行きましょう。うわぁ、どんな景色が広がっとるかな、最上階。局長がおるんか。エレベーターは。あ、まだあそこまでは行けんのか。こっちの通路は崩れちゃってるなの。崩れた通路を避けて迂回するしかなさそうだね。お部屋の中を通っていけるかもしれないのよ。あー、なるほどね。あの扉を調べてみないなの。それっぽいな。なんか扉の色が綺麗にマッチしとけんな。あの扉は、なんだ、何の扉じゃ。ノエル、どうかしたの。なんか見覚えがあるらしいが。先に進めるかもしれない。とりあえず行ってみよう。いようぜ。ノエル、なんか気になることがあるんだったらいようぜ。そのノエルの気になる、なんか気づきっていうのをさ、
言ってくれれば何かヒントになるかもしれねえよ。あとなんだ、リリー。ノエルの様子、ちょっと変だと思わないの？何か思い出したような感じだな。ドアに何かノエルの秘密があるかもしれないのよ。ノエルの秘密か。ノエルの秘密もそうやけどさ、ノエルとマイヤが会っとった謎の人物が気になるんだよな。なんかすごいリリーと同じような見た目の人おるもんな。あれ、そこは危険なんだ。あ、そうなの。入っちゃダメだよ。でもここ以外通れる場所がない。大丈夫だよノエル、危なかったら引き返そう。あ、入るんじゃ。何か止める理由はなんだいノエル。ほんまに危ないからかい。ここは、あ、あ、何かの実験室みたいなの。すごい気になるもんが映し出されてますね。俺リリーの内部はちょっと前にも見たことあるけんさ、こんな感じなんじゃっていうのはさ、案外見られとる。変なの。ノエルとマイヤがなんか研究に携わっとるって知ってる気がするのよ。だよね。なんかあれ調べてみないなの。ノエルが何か隠しとるな。何か理由は知らんけど。ねえノエル、あれノエル、ねえノエル、あー自分のボードのとこなんか見ちゃって。もう行こうよ。隠してるね。何これ、オルゴール。これ博士の家で見、これ博士の家で見たものに似てる。マイヤのコレクションケース。気になるのはこれかな。タブレット端末。レベル4クローン。クローン？だってクローンって言う、え？クローン？クローンの実験？なになに？クローンって？本レポートは量子干渉変異体のレベル3。ミア・ラムハード博士。ミア、ミアの生前の意思に基づき行われたクローン実験の記録。博士のなんか身内の人で、マイヤ・ガネット、マイヤの話。クローニングによって初のレベル4変異体が誕生。クローンなんじゃ。二人クローンなんじゃ、これ。ラムファード博士の娘さんかな？ミア・ラムファード。で、ノエル。男性型のレベル4変異体クローン。クローン元の能力を継承しているかは、現在不明だが、リリー・ガネット兄弟なんじゃ。え、リリーって、え、つまりあれか、リリーっていう女の子もクローンでおったんやけど、その子はもういないから、その人格だけを機械に詰めたんが今おるこのリリーなん。そんな感じに見えてくるよ。で、ミア・ラムハード博士は滅びゆく世界に、博士ってことは結構年いっとんかな。世界に新しい種は生まれた理由を知りたがっていた。この子たちが成長し、彼女の研究を引き継いでくれればいいのだが。以前の僕はこのことを知っていたのかな。そっか、クローンなんじゃ。誰のクローンかは知らんけど、変異体のクローン実験。そっか、あんまり見たくないっていうか、知られたくないような事実だったな。変異体のクローン実験。このこと、ノエルは知ってた。知ってたからこそああいう反応か。小さい頃、博士から聞いたよ。博士の子供は変異体だったんだ。つが今言いよったミアっていう子なんじゃ。僕と同じ、人と夢をつなげることができたって。同じっていうのは、そうそう、内容にあった通り、なんか引き継いでるかもしれないみたいなこと言おったけん、引き継いとったってことかな。拡張無はその人の能力を解析することで生まれたんだよ。そっか、クローンだったか。あんまり見たくないものを見てしまったって感じかな。ああ、この部屋ちょっと懐かしいか。
な家なの。リリーもここに来たことがあったなの？じゃあそうやな、人格を機械に詰め込むんだったらこういう記憶は消すよな。ねこれ、あーあ、なにこれだこれ。この内容どこかで似たのを見たような気がする。ファンシー東京ぬいぐるみ旧時代か。東国ユリアが好きそうなやつやな。なんかクレーンゲームとかで景品になってそうなやつ。ねえ博士、リリーはいつ目を開けるの？マイヤー、もうすぐだよ。もう意識ははっきりしているからね。じゃあリリーには私の声が聞こえているの？ああ、リリー早く起きて。リリーっていうクローンを作る途中なんか。でも多分これが目覚めんかったんだろうな。この箱の中にリリーのプレゼントを準備したの。お、それに博士がリリーのためにお友達も作ってくれたのよ。お友達？その隣のやつか、ゼータ。ゼータはまだ調整中だ。でもその子とリリーはもうつながっているんでしょ？つながる？ああ、リリーとゼータは粒子特性によって強く結びついている。ゼータはリリーをあらゆる危険から守ってくれるんだよ。そっか、クローンとしての体に限界があったけん記憶だけこっちに持ってきたみたいな感じなのかな。今の記憶はリリーとゼータ、マイヤも博士もあのポットの中にいた赤子をリリーと呼んでいた。どういうことだ？どういうことだ？ああ、声出てきた。ハル、ぬいぐるみから何か落ちたのよ。何これ？これは何かの鍵かな。鍵？プレートキー、月のプレートキー。内部に電子タグが埋め込まれた満月型のプレートキー。同形状のパネルにセットする。そういうのが出てくるんじゃ、後から。アイテム欄にしまわれんってことか。このエリアのどっかにあるんか、差し込むところが。手順的にもしかしたら、先に進もうとして先に進めない何かがあるから、みたいなパターン。これか！これじゃあ！子供用のアクセサリー。あれ、なんか、リリー。首に巻いてそうな感じのやつなんや。なんか、何これ、チョーカー。リリーの鈴の形。どうだろうな。あ、なんかすごいやばいことになってますよ。一人だけか。どうしよう、何が起こってるの。リリーを守らなきゃ。マイヤ、あ、誰の声。え、寒いなの。え、ここどこなの。そうか、リリーに、え、このゼータにリリーの記憶を移したのはマイヤなんじゃ。リリー、やむなく、この状況だったらやむなくみたいな感じでやったんか。マイヤ、泣いてるの？どうして？リリーが起きて嬉しいから。ほら、リボンもお揃い。何も怖くないよ。ずっと一緒にいるから。
ってあげられなくてごめんね。ああ、こういうことだったんじゃ。今のって、あ、そういう未来が見えたって感じなんじゃ。あ、しかしそこに博士が来た。事故が起こる前に博士が駆けつけた感じだった。博士、時間がない、ここは危険だ。リリーを連れて逃げなさい。でもリリーはまだポッポの外に出られないんでしょ。リリーの意識をゼータに転送する。あ、きっとうまくいくはずだ。なるほど、それで、ああなるほどね、博士がやったんね、さすがに。待って博士、そんなのダメだよ。ここはもう持たないんだ。このポッドが壊れたらリリーの意識は消えてしまう。危なくなったら私が連れて行くから、お願い博士、ギリギリまで待って。ん、分かったって言っちゃった。私は上に行く。中枢機構の暴走を止めなければ、ソニアを止めることができればリリーも助かるはずだ。本当に博士？ああ、だがいいかい、もしここが崩れ始めたら手遅れにならないようにリリーを連れて外に逃げなさい。分かったね、マイヤ。それで、もうダメだったっけん、ソニア止めきれんかったっけん、リリーに状態を移して、ゼータに移してきちゃうかな。マイヤの記憶だ、リリーの意識をゼータに転送、うん、ここの設備は12年前の塔の暴走のせいで壊れてしまった。ポットにいたクローンの意識はゼータに転送された。リリーはマイヤの妹として生まれてくるはずだったのに。ハル、どうしてなの？だからマイヤとこんな仲良しなんだよなって。もしも12年前の事故を止めることができたら。すっごいさ、変なのみたいな顔しやがる。リリーは人間として生まれてくることができ。わ、え、これも過去で変えようとするの？ノエルは。ここで起こったことを知ってたのか。今なら何か話してくれるかもしれない。これはなんかすごいことが起きそうな気がする。あ、ハル、ノエル、聞きたいことがあるんだ。うん。人間のリリーについて。ノエル、リリーは本当は人として生まれるはずだったんだね。人間のリリーはこのポットで眠ってたんだ。そうだよ、リリーは僕らの妹でここで目覚めるはずだったんだ。姉さんも僕も楽しみにしてたんだ。12年前、塔が暴走さえしなければ。そうだったんか。ノエルの記憶。12年前の事故の日、ノエルはどうしていたの？覚えてないんだ。ん？小さい頃は今よりもっと拡張夢の影響を受けやすくて、拡張夢を使った実験の日は影響を受けないように隔離されてた。だから僕はあの日ここで何があったのか知らないんだ。そうか。目覚めたリリーはゼータの躯体を自分の体だと思い込んでいて、僕らは本当のことを言えなかった。じゃあそうやな、リリーとゼータを分離させるのは危険だと博士が言ったから。もうあのまま行くしかなかったって感じか。ノエルは僕の母親に会ったことはある？え、そんなことある？小さい頃、あーでもあれか、博士から聞いたことはあったよ。
東の方で変異体の女の人を保護したって。でも会わせてもらえなかったんだ。その人は上の階でされていた大切な研究に協力していて、僕らは上の階には出入りを禁止されてたから。ハル、ここで見たことリリーには言わないで。わかった、もう行こう。うん、すごい事実が分かってしまったな。え、こっちでは取ったっけ。あ、取るか。これでいけるようになったんか。11。変だな、なんだか視界が。え、使えてんのか。休むか。え、何も、何か起きてる、何か起きてる。12年前に起こったことが書き換わっていっているせいなのか。え、もしも博士が塔の最上階にたどり着いたら、僕は。ハル、顔色が悪いよ。なんだかすごく。なんでもないよ。無理しちゃめなのよ。上に着いたらマイヤにめってしてもらうなの。マイヤ、おお。私ね、都市の外にいるお兄ちゃんが来るのを待ってたの。お兄ちゃん、ここに来てたのはそのため。ここならゲートが見えるでしょ。誰のことだ、お兄ちゃんって。マイヤはずっと僕を待っていた。ああ、春のことをお兄ちゃんだと。僕がこの年に来ない未来も知っていたみたいだった。12年前、塔が暴走してリリーが死んで、だけどきっとそうじゃない未来も存在する。二人とも行こう。さて、何よりさ、12年前、母さん、緊張感あるな、これ。この登っていい方。博士の実験を乗っ取るために、アストラムクローズにやってきた。多分、僕を生き返らせるために、12年前に起こった塔の暴走を、母さんを止めよう。博士は12年前、足を撃たれて、最上階にたどり着けなかった。お、だけど、今は過去が変わった。たどり着いてしまっとることになるんか。博士が最上階までたどり着ければ、きっと母さんも止めてくれる。いや、だいぶ変わっとんじゃ。つまり歴史が、過去の歴史が。お外、大変なことになってるなの。僕がこの年に来なくなることで、マイヤは残念があるかもしれないけど、リリーがそばにいるならきっと大丈夫だ。それってさ、春がさ、歴史から消えるってことでもあるんちゃうかな。お？なんだ？衝撃を検知。エレベーターを停止。あれ、まだ上まで行ききれてないのに。今のは何の音？わからない。なんだなんだなんだ。何が起こってるの？え？データたちが上から攻撃してるなの。なんだって。このままだとエレベーターが。やばいって。うわ、えらいことなってる、えらいことなってる。なんとかしてドアを開けて外に出よう。どれ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 。これか。なんなんこれ。緊急事態。システムはロックされています。嘘やろ。ダメだ。別の方。別の方法。これは？無理やな、さすがに。なんかあるよ、他に。なんもなさすぎる。こっから無理じゃ。なあ、なんかわからん。あれ、扉を開けて。あ、開けようとした気がするんやけど。こっか。あ、いった、開くんかーい。
あおわーシャレになってねえぞ。危なかった。あとちょっと遅れてたら一緒に落ちちゃってたのよ。アナザーっていう映画でさ、映画じゃないな、アニメでさ、エレベーターが落ちて地面にガボーンって顔ぶつけて死んだ人おるよな。中になるかもしれない遅れとったらうわっ、シャレにならんねえって。9階かな。9階か。結局上まで行けんかったか。これ、このフロアのガイド。資材管理部なの？研究資材が集められているフロアみたいだね。おお、すごいな、なんか見た目が。11階まであと少しだったのに、エレベーターはもう使えないんだな。仕方ない。別の方法を探そう。やばいな、こんなことしよったらさ、屋上に何やってんのって話やもん。こっちから行きますか。どう？ハル。なんだい？見て。なんかあるな、あそこ扉が。上に向かっている通路がある。行ってみよう。なんか調べれるもんがあるって感じじゃないな。こっちか？セキュリティルーム。なんかロックされとるって感じがするな。そこにある扉から上の階に行けるみたいだ。え、マジか。でもロックされてるって書いてありますが、今はロックされているみたい。タグがあるな。タグを探してこなあかんのか。見て、ここにセキュリティタグを置いたら開けられそうだよ。ああ、この辺りにタグは見当たらないね。もしかしたらあっちのお部屋にあるかもしれないなの？行ってみるの。よっしゃ。貴重資材室。貴重資材庫か。なんでこれ。なにこれ、ベルト？これは、いや、博士のベルトで。博士のベルト。運命は変わったものの、結局ここで死んだ感じになってるし。なんでそれ、マジか。血だらけやもんな、地面。またあかんかったんかい。エレベーターの制御が奪われてしまったか。仕方ない。迂回して上に向かう。俺らと同じような展開やん。いかにも。この先は10階。機密フロアです。セキュリティチェックを行います。エラー。セキュリティロック解除には認証プロトコルを実行してください。ダメだ。扉がロックされている。奥の資材庫にセキュリティタグがある。ああ、またか。博士スニーキング下手くそすぎんか。だとしたらお前、あはここではすぐに見つかってしまう、博士あれやな、体育1だったパターンだろお前。昔の通信も体育1だったろお前。一度安全な場所に戻らなくては。なんか笑ってしまうわお前。12年前、博士はこの場所で足止めされてしまった。足止めされる場所変わっただけじゃないか。博士が
資材庫にあるセキュリティタグを手に入れることができれば、12年前の博士も僕らもきっと上に行けるはずだ。なるほど、こっちに向かい寄ったって感じだったな。しかし今ブロックがたくさんあって進めない感じ。扉がコンテナで塞がれてる、うん、これじゃあの扉には近づけそうにない。過去ごと変えなあかんでないかな。おい、過去ごと変えなあかんでないかも。もういいよ、ことわかるぞもうって。これ過去見えるもんなこれ。なるほど、博士の代わりに俺がスニーキングしろってことね。もうわかりましたよこれ。もうわかった。下手くそな博士の代わりに俺らが博士を操作しながら。エレベーターなめんなよ、俺学生時代体育会系だったからな。仕方このエラーダメ。奥行くか。ベータが見張っているな。コンテナの陰に隠れられないか。え、こっち向かんよな。あ、行けるな。こう行けばいい。え、ちょっと待って。怖っ。よし、行けるな。ここは大丈夫な区間。これいけるん、いけるん、これいけないかも。ここではすぐ一度安全。ダメでした。あれ、じゃあどうすればよかったんだろう。ルート間違えたかな俺。意外と難しかった。博士ごめん。博士運動神経ないだろうって思っとったけど、意外と難しかった。ベータが見張っているな。コンテナの影に隠れられないか。あー近づきすぎた。危ない。ここら辺まではこんなだったな。じゃあ左ルート探してみるか。こう来る。いけるな。こっちか。こっちだったんか。わあ。ここではすぐに見つかる。一度。あそこにおるやつ厄介やな。こっちやな。黒影おればやんか。でこのタイミング。オッケー。よっしゃー、ここか。ん？セキュリティレーザーか。どうすればいいんだこれ。触れれば無事では済まない。ああ、消えてるタイミングで行けばいいやな。とりあえず向こうにもう一機おるな。こいつのおらんタイミングも一緒に行かなあかんわけやけん。わっ、なんか怖っ。縄跳びやいような感覚やな、タイミングが。大縄跳び、大縄跳びやいような感覚や、こんな。次やな、ここじゃ。おい、来たータグじゃ。よし、これでいいだろう。よし、この後無事に帰ってこれたという、その部分がカットされております。これであの扉の先に行ける。よっしゃ、これで運命が変わったか。これで扉が開くようになったはずだ。
よっしゃ。セキュリティプロトコルが実行されまし、一定時間機密フロアのセキュリティロックを解除します。一定時間。やったもの。早く行ってみよう。とうとう行けるんかな。最上階。この先は10階機密フロアです。セキュリティチェックを行います。10階機密フロアの扉のロックを解除しました。おっしゃ。ノエルがさっき行ってる。わー、このフロアは、記憶制御10階やな。研究、記憶に関係する研究をしてる。うわー、なんかこれも気になる情報ありそう。多分そうなんじゃないかな。ちょっと寄り道したいな、なんて関係する研究がされていた場所。わー、俺の過去わかるやつ俺の過去わかってしまうやつ。